悪魔と妖精の戯れも俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル振るがよい。マカロフの子らよ。フェアリーテイルの力を食らいやがれ。カリーの絶叫。俺がマカロフの子らか。やはり面白い。行くぞ。アイスメイクコーンドエクスカリバー。さあ行くわよ。私に任せろ。フォトンスライド。カリューの結果。何？お前はじっちゃんの仇だ。もうよい、消えよ。こいつがジジイの仇か、ナツ。楽さぜ。おいはつ、マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだから墓を作って拝んでやるとするか。雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドが受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。雷炎に100倍返しだ。俺たちのギルドを傷つけやがって。
お前は消えろ。俺に任せろ。頼んだ。ライエンデューの撃破。クリボーレイ。任せたぞ。熱流王妃カイ。グレン爆雷で。これで終わったら、もう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目開眼。特別に見せて神勢よ、魔導の神殿。ここからウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔導の神殿。なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。この先に見つけたるや、深淵に輝く未知なる魔法。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だが、そのあと少しが深い。その深さを埋めるものこそ、大魔法世界。ゼレフのいる世界。今宵、ゼレフの覚醒とともに、世界は変わる。そして私はいよいよ手に入れるのだ。未知なる魔法。未知なる魔法。ウヌラはいけぬ。大魔法世界にはウヌラは足りぬ。深淵へと進む覚悟が。怖い、怖い、怖い。怖くてもうダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする？強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ネメシス。アマテラスで駆け引き。まだまだ。フォトンスライド。頑張ります。天竜のやってやる。カリューのゴール。ここからだ。
せめいく。フロア、これからよ。痛いわよ。これ式で負けるというのか。勝つのは俺たちだ。いいな。窓を進む者の頂にたどり着く島では悪魔は眠らない。行け、フェアリーテイラー。滅利奥義カイ、呪恋爆雷神。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じっちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい、光というならそれもよし。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由と共に生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。
よし。そうね。ナツさん。ウェンディ。よう。そうだな。ふん。君たちのような存在が僕を作り出した。君たちのような邪念がアクノロギアを呼んだ。つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結する。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。これは夢か現実か。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア、一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらうよ。待て、ウヌにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。知らぬクズ、冥界へ落ちるがよい。来たか、アクノロギア。この感じ、
うるせえ。この声。また来るぞ。走れ、みんなで帰るんだ。フェアリーテイルへ。この世界には絶対的に抗えないものが。この時代は終わる。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。絶対諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから。みんながいればどんなことも乗り越えられるって覚えたの。結果から言うと私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。カッハッハッハ、そいつはいい、面白い。ああ、だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく個々の実力においても。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。
奴ら夏たち探しに行っちまったが、ごめよ、ついてかなくてよかったのか。もし天狼島が見つかってもみんな生きてるかわからねえんだろう。そんなことねえって、信じなきゃよ。そこは7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。お前ら。大きくなったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。Hee hee.